三マの反発ステップ分かってても止められないもんだけど、ただ、その反発ステップもあのミリタントやった時みたいにしっかり踏み込めてなかったり、ボールを置く位置が浅かったりすると、やっぱりボールを扱う側の方がね、技術にブレは出ますから。でもやっぱりそこを突き詰めたとこから身体能力になりますし、なんだっけ、ジュビロのさ、三マに似てるって言われてる選手に、あの選手、古川で、あの選手のプレイ集出てきてさ、見たんすよ。で、三マと同じ感じで、あの、反発ステップ使って抜いたり、内側行ったりとかするんだけど、そのステップ使って 相手ののの逆突くとこまではいいんんだだけどそっっかかららら推進力力て前出る力が多分ぐなすよね抜あれが多分、J で抜ききれないってなると、海外だと多分、かわしただけになっちゃうから、なんかこう、ね、技術でいってるドリブラみたいな思われるけど、三マって普通にフィジカル的にすごい強いと思うんですよね。一歩の推進力だったりとか、体も強いじゃん、普通に見てて。でかいし。あの辺とかがやっぱ、三マが、あの外国人相手にも、しっかり抜ききってチャンス作るドリブルできてる理由だなって思うんですよね。